大分が全国に誇るブランド魚関アジ、関サバをはじめ、さまざまな海の幸を育む豊かな漁場が広がる佐賀の関。こちらで今旬を迎えているのが魚の王様マダイ。今回は大分県漁協女性部の木野さんと酒井さんにこのマダイを使ったお料理を教えていただきます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。桜が咲く頃に旬を迎えることから桜鯛とも呼ばれ、脂が乗り一段と旨味が増すマダイ。早速さばくところから調理スタート。まずは鱗を取ります。押してください。あ、すごい。わ、また鱗を取ると一段とピンク色が鮮やか。はい、鱗を取ったらエラを切り離し内臓を取り出します。きれいに洗い流したら頭を落とし3枚に下ろしていきます。私のやり方いくとこの形に最初身が入れます。あとはもう骨に沿ってさばいていったら切れます。こうきれいに。わー、すごいすごいすごい。はい、身を人生初の3枚下ろしに安本さんも挑戦。はい、いいのかこれ。はい、骨に沿って、骨に、あー、待ってください。わー、はい、できた。いいでしょう。あっという間にできました。できたけど骨にいっぱい身が残ってる。何はともあれ、3枚におろしたマダイを持って木野さんのもとへ。今からこれを使って何を作るんですか？鯛茶漬けしました。鯛茶漬け、はい、やった。まずはマダイのアラを水から煮て出汁を取ります。その間に切り身の下ごしらえ。ボウルにアルコールを飛ばしたみりん、醤油、すりごまを入れ混ぜ合わせます。今度これを焼きます。焼く？ちょっと焼くとね、香ばしさが出るので焼いてます。だからこれ皮目を残してたんですね。そうです、うん、焦げ目がついたら食べやすい大きさのそぎ切りにします。切り終えたら混ぜ合わせた調味料につけて寝かしましょう。さてその間にもう一品、残った切り身を使ってカルパッチョを作ります。みじん切りにした玉ねぎと調味料を混ぜ合わせたソースを貝割れを散らしたマダイの刺身にかけるだけ。あっという間に完成です。あとは鯛茶漬けの仕上げ。ザルでこし、アラを取り除いた出汁に薄口醤油を加え味を整えます。ご飯に海苔、漬け込んだマダイを乗せ熱々の出汁をかけたら鯛茶漬けも完成です。もう鯛の身がふかふかの部分とプリプリの部分と両方楽しめて絶品です。うん、美味しい。身がもちもちです。同じマダイを使ってても鯛茶漬けとカルパッチョで味わい全然変わってきますよね。切り身ではちょっと味わえないよね。いや、もうこれはぜひ皆さんにもお家でマダイを丸々一匹使っていろんなお料理楽しんでもらいたいです。今が旬のマダイ、春の訪れを食卓で楽しみませんか？